な感じなんだろう。今日最後に会えてよかったって。いやー、こちらこそいつもありがとう。何気に今日最後って人もいたんだよね。でもなんでかわかんないけど、最後っていう感覚がないです。滑り会の振り返りも全て振り返されました。おお、すごい。ツーショットの振り返りと卒業公演の両方当たりました、だって。 当たりました。な、謎活が多いね。振り返りさすがに全部は当たらなかった。ありゃありゃ。まあ、コンビニ寄れなくてさ、ホテルの自販機でさ、ジュース買ったんですよね。本当は水が欲しかったんですけど、高くってジュースにしちゃった。これからがスタートって感じだから、最後って感じじゃない。確かに。スープ全部飲み干したから喉乾いて、喉乾いてしょうがない。ね。卒業公演は外れたけど、25日に会えるの楽しみしてます。楽しみ。ね、むくむよね、絶対ね。飲んじゃった。無事卒コン当選しました。水は部屋にペットボトルないの？見てないわ。見てないわ。いや、なんか本当に久々の久々の公演でしたね。なんか意外と私のファンの方が多かった気がする、今日。すごいメールがいっぱい来てる。腰ね、腰大丈夫。薬飲んでるからだと思うんだけど。メール書かないとね。私大丈夫だよ。れ書きながらでもいい？生写真。生写真撮りながらでもいいですか？すみません、思い出した。私本当に書く時間がない気がする。ちょっと待ってね。キャリーを開けるところから始まりますよ。よっこらしょ。さすがにそれは。
はしませんよ。でもさ、今日新幹線の移動中にだ聞いたやつを書いてたんですよ。でもさ、そのさ、紙がでかくて、マジででかいんですよ、名前書いてある紙が。だからめっちゃなんかってなってた、一人で一人で。あ、違う、紙に名前を写し替えてたってこと。写し替えてた。生写真は書いてないよ。名前聞いたでしょ、インスタのストーリーで。それでそれを紙に書いてたの。送られてきた誰誰ってやつを書いてました。そうなんです。これさ、このさ、これ撮っていいかな、こっちキス。おー、映っちゃう。そう、リストアップされてた紙されるんですよ。もうされないと書けないので。これがあいつか違うの。なんかほんと紙がさ、すごい A4 じゃなくってめちゃめちゃでかいんですよ。そうだから、うぇってなりながらやってたそう、そう、多分ね、カタカタで行った方がいいんですよね。もうでかいでしょ、ちょっと見えたでしょ、やばいのよ、厚さが。あ、でもお店にメールも書かなきゃ。こんなんなってる。よいしょ、めっちゃでかい。なんでこんなにでかいの。よいしょ。おやすみメールを書いて送ってからにしよう。なんかもう最近なんか相性悪い、この私の指が。顔文字じゃないのよ。よいしょ。指マーカーどういうこと。なんかね、こう私スライドでこうやって打ってるんだけど、携帯だけど、なんか反応しない。多分私のね、相性が悪いんですよ。お、すごい、リラックマ、リラックマいっぱい、ありがとう、飛んでるないけどさ、暖房つけたくない人なんだよね、ホテルの。
そう。わらが出てこない。わら。指が乾いてる。どうなんだ。私がなんか違うとこ打ってんのかな。どうなんだろうね。うまい。できた。よし、山口さんだけに送るぞ。マジでかい。これ本当にでかすぎてちょっとどうしようって感じ。机が狭いんだよね。あー怖い。こういうの間違えるからな私。どこに置いたらいいんだろうこれ。荷物が多いんだよな。ベッドに置くか。よいしょ。このベッドの置きが広くなるね。よし。オッケー。よし。オッケー。オッケー。あ、いいじゃんいいじゃん。いいじゃん。これいらないのよ。これなんかこのこれ邪魔。いらない。私はいらない。よし。でペン2つ持ってきてるし。よし、書いていくぞ。名前言っちゃいそう、怖い。今高速道路で帰ってきたようだって。お疲れ様です。ありがとう来てくれて。本当に新潟雪だったんだけど。お疲れ様です。本名ではなく言うならね。まあまあね。でも本名ダメだからさ。ダメっていうか
ん？本名ダメ？じゃあ本名じゃないとできない。私は本名しか書きません。ニックネームは書きません。ただその人のことを思って書きたいのでニックネームを聞いています。なのでご了承くださいませ。ネーム入りは本当に宝物になる。だって嬉しいね、そういう風に言ってくれて。でもさ、これさ、ニックネームでさ書きたいよね。でも今日久々の公演、皆さん見てくださいましたか？大丈夫、コメントして大丈夫だよ。見れるので、こうやってやっててもコメント流れるのは分かるので。本名ならどちらかといえばカタカナじゃなくてひらがなにしてほしい。ああ確かにね。ねえ、なんか最後の通常公演って感じがしない。しなかった、本当に。でもすっごい楽しかった。10連勤、ようやく中日ですってことかな。あ、そっか、これ枚数もあるんだ。そうだ、なんか飛んでた。ありがとうございます。やばい、これペン持ってるのさ、ピーってやっちゃいそうね。
しよし、26日泣いちゃうかもしれん。多分私も泣いちゃうな。ね。よし、ちかなちゃんが泣いたらもらい泣きするかもしれない。もらい泣きいいよしな。いいよしな。よっしゃ、和行終わったぜ。和から書いてます、下から。後ろから書いてます。1曲目から泣いてしまいそうだって。なんで泣かないで。1曲目はわかんない、私も泣いてるかもしんない。1曲目から、そう、始まったばっかりですよ。さすがにもうね、あともう山のように残ってますから。いやー、振り替えがさ、もう振り替えじゃないのよ、ガチ。なんか振り返ってさ、なんかさ少しぐらいなのかなって思ったら、ガチ丸一日やってびっくりしちゃった。一日やん。ってなった。え、そう、フル部数だって。さすがにになんかヒーってなった。こんなに貯めてたんだ。卒業公演、そういう勉強した卒業生、その今日の劇場公演楽しかったですって。よかった、ありがとう。びっくりしちゃった本当に。えって想像してたのとちゃうやんってなりました。自分でツッコミ入れちゃった、びっくりした。そう、4月分なんか卒業発表し
ったらこう4月分売らないと思ってたんですよ私。売れてましたそうだから押しちゃったらごめんねめっちゃ楽しかったですだってよかったの回転の子供ちょっとちょっと待って、私2枚書かなくちゃいけないの書いてないかもしれない。あ、やばいやばいやばい、書いてない書いてない。こういうのがあるんだよね。危ない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 。25日泊まりだけどなぜか新潟の宿すごい高いのよ。そうなの？そうなの？よし、オッケー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 。25日の宿は一番の措置か。マジ？待って、旅行割あっても高かった。マジで？仕事中から泣くかもしれない。泣かないで。宿が全然空いてない。あ、そうだの。そうなの？なんで？なんかあるのかな？明日朝配信しようかな。
23から4連休にする人とかいるらしい。なるほどね、なるほどね。よし、よし。重ねちゃって大丈夫？23から4連休なんですって。めっちゃ目かゆい。みんなさ、最強食べました？21から28までさ、マジで21から28まで休み？あ、そっか、まあ止まっててもしょうがないもんね。え、花粉症かな？こっちの、ここだけ痒いんだよ。こっちの目だけ。なんか入ってんのかな？めっちゃ痒い。蕎麦の方食べた？ほんと？めっちゃこっちだけかゆいんだよね。なんでだろう。よいしょ。とりあえず1枚目は終わりにしたい。1枚目というか、なんかメンバーがさ着々と書き終わっててびっくりしちゃった。旅行支援で泊まった方が安いから日曜泊まって月曜から。おお、なるほどね。頭のいい。そう。最強どん兵衛マジ美味しいよ。マジで美味しい。マジで美味しかった。なんか普通にお店に売ってる、あのもうなんかお店作ってお店で食べてる感覚になる。よし、8分も待ってる自信がない。わかる。あんかけは食べた？食べてない。お姉さんで生写真届いた。おお、よかったね。よかった、よかった。
これなんかさ、2のとこよいしょ、最強買ってみるね、だって。ぜひ。マジでこれさ、カタカナってさ、読めなくなるときない？私だけかな。先週長野で買って車に大量に置いてあります。おお。1分で食べる、マジで？3分待ちなよ。明日のお昼ご飯最強にしてみる。おお。うどんかそばか。どっちでも、どっちも美味しいんだよ、マジ。めっちゃ美味しかった。読めなくはならないかな。マジで読めない。マジでカタカナってさ、発音わかんなくなんない？棒読みになる。待って、私全部ちゃんと書いたよね、書き写したよね。なんかそれが心配になってきた。味のも食べてみたって、美味しいでしょ、カレー味。どん兵衛の豚汁も意外と美味しい。何それ、明日も早く寝ますって。おやすみ。なんかさ、名前のさやつ聞いたやん。
インスタのストーリーで、でそこ書いてくとさ、この紙には書いてない、書かれていない方の名前とか書いてあって、あっってなる。あっそう、なんかゆい、まさかの、よし、そう、そのパターンある。そう、質問に答えてない人の名前、うん、そうじゃなくって、私たちに配られるその本名の紙に書かれてない、だから多分自分が申し込んだとかポチったこと、ポチってないことか、ポチってないことをもうなんか分かんなくなってるんだと思う。そう、あ、そう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 、本の生写真買ってないのに、ただ本名があのインスタストーリーのね、質問箱に書いてくださいって言ったやつが書いてあったりとか、そう、つもりで言うのかな、だね、なんか逆に申し訳なくなっちゃう。でなんかさ、こうたまにさ、メールの返信をまとめてバーって読んだりするの、まだ読めてないやつとかもあるんだけど、なんかあのメールの返信で書いてくださってる方がいて、そう、ありがたいんだけど、あのインスタのストーリーで書いてって思っちゃった。ごめん、わがまま言った。それ心配で履歴確認しただってそうそうそう、なんか埋もれちゃったりさ、なんかあのあれ、返信が弾かれちゃったりさしたら嫌だなって思って、インスタのストーリーで聞くことにしてるんですよ。ただただ本名を教えたいだけなのかも。なるほどね。めっちゃ飲んじゃった。そう言われると本当に買って洗うが心配だ。まあ買って時間経っちゃってるからね。確かに。なんかさ、一緒にさ、ニックネーム書く欄も あったら嬉しいよね、あれね。買った記憶はあるけど何枚買ったか覚えてないそうですって、ね、確かにね、そのニックネームね、ニックネーム、それ届かないと通常版手元にないの。え、そうなの。
間違えた、もうダメだ、ちょっと待って、間違えた、間違えちゃった。やばい、俺も通常版他には買ってない。あ、そうなの、生写真入りはそれしか買ってない。あ、そうなの、じゃあまださ生写真ないのか。なるほどね。見えちゃった？見えてない、大丈夫。よし。よし。こんばんは。なんでさ、カタカナなんだろう。サインは2月いっぱいまでに終わらせないといけないの。そう、2月いっぱいまでにはちゃんと終わらせないと。2月いっぱいとか卒業公演ですね。1週間もないんですけど、大丈夫かしら大丈夫かしら。ねえ、頑張ってください。ありがとうございます。めっちゃ目かゆい。明日夜配信できるかな、ちょっと分かんないんだよな。めっちゃ目かゆい、なんか入ってんのかな。NCT のサイン書くのもこれが最後か。そうね、カタカナ読み方に間違いないようにというか。あー、確かにね、確かに、なるほどね。花粉かな、こっちの目だけ。ちょっと目薬させばいいんだ。目薬さそう。花粉とかじゃないと思うけど。目薬。ああ、めっちゃ目かゆい。いて。でもさ、私さ、目薬さ、上手にさせない人なんですよね。めっちゃ。ティッシュが出ないよ。口の中に入っちゃった。あー、めっちゃ、あ、なんかめっちゃ落ちちゃった。めっちゃ落ちてるじゃん。なんでなんで。あ、なんかちょっと目すっきりした。新
しいサインはいつもらえるんだろう。わかんない、いつだろうね。そういうなんか企画とかやったら、はい、やったらだね。よいしょ、どこまで書いたな。2段、2階から目薬ですか。どういうことですか。当選しました。だってよかった。こんばんは。やってない人っているかな。みんなもう終わったのかな。言われてる言われてる。私まだ試しメールで撮ってるけど、まだまだってメンバーいた。あ、本当？締め切りは私は2月末。マネージャーによって締め切り違うらしい。そう、まあ私卒業しちゃうから。よし、あってたあってた。姫がまだのはずだって。姫って、あ、そわべん時にあった。今日は吹き終わるまで夜更かし、いや、夜更かしはしない。待って、これさ、何枚あるんだ。え、待って、6枚ある。1、2、3、4、5、6枚ある。1日2枚目標だね。
21でしょ今日。22、23、24、25。やばい、あと5日で私終わらせないといけないの？やばいじゃん。やばい。やばい。マジ？マジ？やばい。やばい。え？マジで？ちょっと待って。喋り会の合間とかも書かないと。オンラインで話しながら書いてある無理無理。いや、これ卒業公演どうしようか。え、マジでね、ヒーヒー言いながら書いちゃうぞ。よし、よし。関係系中に帰ってたら笑う。え、絶対書いてるでしょ。絶対書いてるでしょ。換気休憩中かな、そう書けないか。そんな言うないでしょ、確かに。ないわ、なかったわ。
あと5人で1枚目書き終わる。ああ、違うでもそうだ。来週の今日はあと1週間じゃん。マジ？オフラインの時に目の前で書いててもいいよ。書かないよ。よし、よし、あと3人。よし、よし、よし、チャーム金のあとはサイン金。確かに明日早く寝ます。おやすみ。私も明日8時からショールームしようと思ってるんですけど、メイクしてかなって思ってる。なんかびっくりし、タコ飛んでる。焼けタコってやつ。なんで月末に忙しく事務作業をしている OL さんみたい。確かに確かにね。こんなにねカキ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 してるね。よし、皆さん聞いてください。1枚目書き終わりました。最高。まあ1枚目がさ、そんな数人というか少ないんですけど、どうしよう。どうしよう、ほんと。1時間で1枚。あ、1時間あ、いや、1時間で。よいしょ。
1時間で1枚じゃない、多分2時間ぐらいで1枚だと思うな。ざっと計算して、まあ配信しながらっていうのもあるかもしれないんだけどね。これ先に名前書いた方が早いかな。ね。ねえ、名前先に書いといた方がいいのかななんて思ったりした。でもさ、それ絶対時間かかるよね。こんばんは。なんか飛んでる。マジで名前言っちゃいそうになる。それは事故、確かにね。よし、事故だよね。サイン書き配信です。なんと。ダメだ、ミスってる。探しちゃう、書くとき、あー、なんかすっごいハートきてる。卒業旅行の配信開始楽しみにしてましたって。ね、実は卒業旅行してきたんですよ。嬉しいよね、そういうね、企画。
ね。おお。50分になったからちょっと。じゃああと1枚書いて、普通の話しよっか。ごめんね。よし、オッケー。あ、待って、あと2人だけ書かせて。2人書いたらもうが終わるわ。もまで行ったよ。もう書けた。しゃ、赤さたの浜だの。よっしゃ、よっしゃ。そのうち2枚はミスしてるけど、ひとまずですよ。本当にお疲れ様です。ゆったりした配信好きですって、嬉しい、ありがとう。明日は一日長いんだよな。こちらも無事に終電で帰れそうだ。卒業公演のリハもそろそろ、そうね、そうですね、卒業公演のリハもそろそろです、字書くの大変だよね。そうね、大変だね。
でも字書くのっていうか、なんか間違えないようにするのが大変かも。字を書くっていうよりか、なんかさあるじゃん、うん、思っててもなんか違うこと書いてたみたいな、わかる？残業にならないように頑張って、頑張ります頑張ります。そういう風になることない？こう思うようにこう書いたはずなのに違う文字書いてるみたいな、へーってなっちゃうね。そう、怖いよね。ずっとさ学生の時はさノートにさこうペン持ってさ書いてたのにさ、今はもうそれがさほぼないじゃん。携帯とか機械で済ましちゃってるからさ、字を書くっていうことがなくなっちゃったよね。ね、怖い、怖い。シャーペンでもボールペンでも容赦なく間違ってた。無と間がたまにわからなくなります。私なんだろう、あ、よなのかおなのかたまにおっていうカタカナがわかんなくなる。あれおってどういうのだっけ。あ、58分ありがとう、教えてくれて。じゃあ誕生急いで読むね。13位、コウさん13位、コウさん12位、アキヒロさん12位、アキヒロさん11位、トムネコさん11位、トムネコさん10位、クロシゲさん10位、クロシゲさん、9位、マイクさん9位、マイクさん8位、エメチャナさん8位、エメチャナさん7位、イサットオツカさん7位、イサットオツカさん、4位、6位、ヨシキさん6位、ヨシキさん5位、アツシさん4位、5位、アツシさん、4位、タッチーさん4位、タッチーさん3位、ディヤマさん3位、ディヤマさん2位、リナオさん2位、リナオさん1位、スキャットさん1位、スキャットさん、ありがとうございます。まさかのカキカキ配信、多分ね、終わるまでカキカキ配信とか、多くなっちゃうかも。ごめん。明日は、ちょっとバタバタしてますので、明日配信になります。お疲れ、ありがとう。ね、みんなも早く寝てね。お疲れ様。カキカキおしゃべり会もしないです。ね、だから早くお風呂入って寝ます。おやすみ。みんなおやすみ。ありがとう来てくれて。まったねー。まったねー。まったねー。疲れてもお疲れ様だって。いや、こちらこそありがとう。本当ありがとう、みんな。